はいどうも、いつきでございます。今回ね、昨日からちょっと雨あったんで、滋賀の方から福井の方にも移動してきてですね、でちょっと今日はもう雨が止んだので、外でちょっとロケというか撮影ができるかなという状態なんですけども、りくんどうですか、今日はどうしましょう。いつきさん、はいはい、僕たちに足りないものって何だと思いますか。幸福度なんですよ。早いな言うの、考えるまくれよ。昨日もずっと喧嘩してて。いや言わんでいいや。ずっと喧嘩してて言わんでいいや。でもね、この福井県、なんと幸福度ランキングが毎年1位、もしくは上位に選ばれてる県でございまして。あ、そうなんや。はい、すごい。この県、この町にはですね、あちらこちらに幸せが落ちてるんですよ。まあそういうことになるな。で、今日はその幸せを拾いに行こうかなと思っております。あ、いいね。あ、そうやな、確かに昨日行ったバーとかもすごい良かったもんな。それで言ったらな、そういうことなんで。お前それ今回物分かりええやん。いや、そういうことなんですよ。分かる分かる分かる。で、まあ、そうやってね、幸せをまあ見つけていくだけじゃあれなんで。はいはいはい、はい。僕今ね、エヴァックリマンチョコっていうものにハマってまして、エヴァンゲリオンとビックリマンのコラボなんですけど、で、僕エヴァンゲリオンではアスカラングレーが大好きで、そのアスカラングレーのビックリマンチョコシールを当てるまで幸せ止まりません。それはいいやから、これやっていきたいと思ってます。急に意味わからんね、その方向が。いや、集めるだけでええやん、別に。いや、幸せを俺にも幸せにしてよ。いや、ぜひ拾って一緒に幸せになって。お願い、それでええやん。お願い、俺も幸せになりたい。アスカラングレーが欲しい。別に俺関係ないからな、それに関しては。別にいいけど。じゃあ行こう。行こうか。はい、行きますか、幸せ集めに。はい、じゃあ昨日のバーね、すごい本当にいいお店やったし、いいお酒を飲んだんで、昨日の分で1枚とりあえず買いました。エヴァックリマンチョコ開けたいのも、うん、もうちょっと開けていきましょうか。これ出たらいいねやろ。うん、アスカを出してほしい。アスカね、このアスカ知らんけど、あんまり。あー、こんな感じ。開け方分かってないやん。分かんねって。イライラするな。カットして、おい、幸せの街。カットしてな、ここは。ここはカットしてくれ。で、これ、あ、そういうことだ。その下に入ってんだ。はい、これ渡したいんだ。ちょ、これだ。めちゃくちゃ、これちょっとだるいな。え、それ開けるで。うん。エヴァンゲリオンマーク4です。いや、全然わからんねん。まあまあ、アスカではなかったですね。何や、そうなんや。じゃあまだ新たな幸せをね、はいはい、探しに行きましょうか。わ、はい、かりました、じゃあ行きますか。はい、これお前食えよ。俺あんま上は無理。食えよ、それは高点から。お前食べて、食べて。え、食うか、ほんな。美味しいね。美味しいやろ。うん、美味しい。え、全部は食わんで、俺。うん、分かってる分かってる。半々やん、せめて。半々でも多いな。全部は食わんぞ、絶対に。うん。言っとくれ、それは。うん。先に。怒れんねん。なんで怒れんの？早く。ちょっと、待ってください。でも、ちょっと一緒にだけ、食べてたら。あ、こいつ、今でも、共同生活のゴルフしてますね。食べてた、行こう。はい。恐竜博物館ね、福井県の恐竜博物館やってきました。早速ね、ちょっと探しに行ってきましょうか。
行くか。次シナ冬邪魔やろ絶対これに関しては絶対邪魔やろいやどうやったよかったっしょこれ完全になめっちゃよかっためっちゃよかったよな俺普通に思ってたよりって言ったらあれかもしれんけどめっちゃよかったなあ世界三大博物館の一個でしょしかも、うん、めっちゃテンション上がったくない、うんテンション俺めちゃくちゃ上がったよこれ結構割れちゃう来てると思うで俺もう子供の頃思い出したやろこれはなっ出ましたじゃあ開けますか1個ね来てるねこれはいいねめちゃめちゃ降ってるけどね雨いやいいですねじゃあ早速1個開封しようかなと思ったんですけどちょっと雨も病んだしね、これすごくないさっきババ振りやったけど来ましたね、これ2個いっちゃう2個いっちゃうか2個いっちゃうかほな、ちょっとそのこっちになってるこれがアスカこれアスカ、うん、ほんま、うん、じゃこれさっきアスカじゃない方じゃ開けようかそうちょっとじゃあ、持っとこうか1個開けますこれ俺がやったのも渡そうかほなはいさてさあブンダー誰やねん誰何だそれもう人出てこないんブンダーってまあでもね雨やんだんではいじゃあまあそれもう一個これアスカらしいな。ほなちょっと行こうか。ちょっと興味移そうか。うん。はい、じゃあ開けました。2個目。はい。あそもらっとこうか。あ、いいよ。いいの？あ、これええよ。普通に。はい。じゃあもう1個目。はい。ほんまにアスカってすごいな。嘘やろ嘘やろまた無駄ですいかついなもう今カット松本さんはい松本さん言うてるやんえって2枚運だですけどああ、まあ、でもまだまだあるか幸せは、うん、まだあれやろまだ行きたいとこもあるし俺、まあ、全然行こうか、ほな行こうか行きましょうかうんこれはいちょ、えぐいってえぐいねんって言ってん俺食えれんって二個も食えれんってイズキさん、うん、次どこ行きますかどこの幸せ探しに行きます有名なとこやからうん、永平寺永平寺うんへぇ、行こうかなと思ってるんだけどじゃあそれ早く食べて行きましょうかまだもう一個あるから言ってるけどえぐいってなんかね禅の道場とかやってる座禅とかじゃあ早く食べて行きましょうか待ってや
あいますわくる。はい、永平寺やってきました。すごいね、なんかもう雰囲気がちゃう、なんか空気がちゃうな。やっぱりちょっと早速行ってきましょうか。門構えがちょっとすごいですね、なんか荘厳というか。早速行きましょう。